泡盛の瓶がたくさん、本町にある沖縄料理店。皆さんこんにちは、そしてこんばんは、こもたんです。今日は会社の同僚たちと一緒に沖縄料理を食べに行くことになりました。会社近辺の沖縄料理屋さんをいくつか調べて、最終的に本町にあるこちらのお店にしました。空千羽ゆいまーる店。沖縄の定番料理から創作料理まで、沖縄の食材を使ったお料理を楽しめるようです。店内にはたくさんの泡盛の瓶が並んでいました。まずは沖縄で定番のオリオンビールで乾杯です。やっぱりオリオンは口当たりが良くて飲みやすくていいですね。沖縄料理をたくさん注文しました。順にご紹介していきます。海ぶどう、プチプチの食感が楽しい沖縄の海藻です。タレをつけて味わいました。噛むとプチッと弾けるこの食感が楽しいです。ゴーヤチャンプルー、沖縄の方言でごちゃ混ぜという意味のチャンプルー。ゴーヤを使った沖縄の定番料理ですよね。苦味のあるゴーヤが特徴的な味わいです。グルクンの唐揚げ、沖縄でよく食べられる魚がカラッと揚がっていました。ヒラヤーチ、小麦粉を使った家庭料理、沖縄式のお好み焼きみたいな感じでビールがよく合います。もずくの天ぷら、これも沖縄料理の定番メニューですね。久しぶりに沖縄料理を食べることができて嬉しいです。昔よく沖縄に遊びに行っていたのを思い出しました。それから沖縄料理に合うお酒といえば、やっぱり沖縄の蒸留酒の泡盛です。おしゃれな琉球ガラスを片手に沖縄気分に浸れます。そして意外に美味しかったのがこちらのメニューです。紅芋コロッケ、見かけは普通のコロッケですが、使用する芋が紅芋になっています。一見グロテスクですが、紅芋の濃いめの甘みが同僚たちに好評でした。その他にもいろんなものを食べました。アーサーのだし巻き、黄色いだし巻きの中に海藻の青さが入っていました。青さの風味が感じられる斬新な味わいです。ポーク卵、ランチョンミートのスパムかな、卵と一緒に添えられていました。石垣牛コロッケ、石垣牛を贅沢に使ったコロッケです。美味しく味わいました。必殺豚ヤルピー、豚の軟骨付きあばら肉を黒糖で煮込んだ後に串焼きにしたメニューのようです。当店人気ナンバーワンと記載されていたお料理です。オリオンビールが進む味付けです。そして締めも沖縄料理の定番メニューを選択しました。ソーキそば、とろりとしたソーキ肉が入った沖縄そばです。出汁がうまい。タコライス、チーズ、トマトソースがご飯と野菜の上にたっぷりとかかっていました。ごちゃ混ぜにして何人かで分けて食べました。満腹になれるボリューム感です。結構な品数のお料理を食べることができました。ちなみに今回は食べられませんでしたが、裏メニューもあるようでした。また機会があれば味わってみたいものですね。沖縄料理が好きな人にはとっても楽しめるお店という印象です。美味しかったです。ごちそうさまでした。